なになになに、エンディング？ってことは俺、あ、人間どもめ、次から次へと回想か。これもバトルグランプリというふざけた大会のせいなのか。これ俺ボタン押さなくていいや。回想シーンだ。あ、向かってるんだ。出てこい、よろしく。探偵出てこい。悪い作者、悪い。俺こいつ一回も使ってないから全然思い出がねえんだよ。ティファニーとか出してくれよ、頼むよ、泣かしてくれ。俺バルフレア一回も使ってねえんだよ。思い出が一つもねえこいつと。それが悲しい。ティファニーとかよ、モグミルクとかよ、あっただろう、俺の大切な本当に宝物が。リツコとかアツコとかさ、ノリコとかパンドランとかキャンメイとかさ、コカトリスとかいっぺんあったじゃねえかよ。まあいい、まあ一徹、レッドブル、ブルーギル、愛と夢、とわの夢、たかし。動かせる。たかしとかまさしとか。ん？言葉はいらないな、もう。耳を澄ますが、太鼓の音が聞こえるぞ。感銘もいたな。カルーセルとかいたじゃん。ああ、絶対あの席調べたらこのゲーム実況が終わっちまう。みんなありがとう！クリアできたぜ！フルボケたし、敵があるお参りしますか。はい。純一はゆっくりと目を閉じて。やれやれ、ここだったか。探したぞ。頼むから、頼むから勘弁であってくれ。頼む。おい、マットで作ってくれ、差し替えてくれ、うまく。あそこで待ってくれると思ったのに白状ですね。お参りが済んだなら行くぞ。次のバトルグランプリがあるのだろう。お前運動、そりゃそうなるよ。お前誰だよ、お前は。一回も黙ってねえもん。さよならは言わなかった。俺は言ったんだよ、さよならって。共に戦いの日々を生きよう。何時が我のマスターなのだから。最高、最高の演出だ。あんま、おお、なんだ、見てやるか、真のエンディング。ドラクエモンスタージョーカー、真のエンディング。フルボケたし、敵があるお参りしますか。はい。純一はゆっくりと目を閉じて。エンディングじゃん。中一、この声はまさか。すげえ、すげえ。なんだこれ、どうやってやってんの。最高。この合成技術やばくねえか。すげえ。配信戦隊の作者だぞ。なんでさ、その技術だけで特化してんの。何の仕事してるかすげえ気になるわ。なんでその技術だけで特化してんだ、あの合成技術。なんかさ、せっかくだからさ、世に役立てようぜ。なんか合成技術にめちゃめちゃ特化してない。すごいわ、でも。ちょっと待ってね。いや、これはすごい、普通に。なかなかできねえよ、こんなこと。絶対映像関係の仕事してるよね。